日本はまさに戦国時代、そこに世界を目指すイギリス人船乗りのウィリアム・アダムスが漂着する。海賊とみなされたアダムスを藤原竜也さん演じる日本人宣教師ドメニコが助け、日本の文化などを教える。 Think before you speak。 豊臣亡き後、市村正親さん演じる徳川家康はアダムスに興味を持ち、イギリスの学問や武器などの新しい情報を得て天下統一を目指す。一方、アダムスは妻がいるイギリスに帰りたいと願うが、家康は許さず安仁という名を与え、ここに日本史上ただ一人の外国人侍が誕生した。この舞台で高橋和也さんは徳川家康の息子秀忠を演じます。父らしいわい。